さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。さて4月になって後出しになっちゃった。後出しになっちゃった。あのコートも脱いだりね、露出が増える季節かなと。できましたね。うん、なるかなと思うんですけども、はい、彩乃ちゃんは、はい、美で美しさを求めるために気をつけてることってありますか？美ですか？はい。美はですね、美で気をつけてるのは、そうですね、まあ体重落としたいって思ってたんですけど、うん、やっぱり将来のことを考えると、あの筋肉もつけなきゃなっていうことで、最近は引き締めの方に。若い、まだまだ全然若いのにね。大事です。やっぱり今から10年後の自分のためにやっておくことってすごい大事ですしね。いや、俺も10年前に私もやっておけばよかったなと思いますけどね。クリーム塗るのが精一杯だよ。そこで今回まず最初にご紹介するのは、美と健康についてお客様から強く必要とされる企業を目指しています。こちらの企業様をご紹介します。多くの女性にとって美容と健康は欠かせないものだろう。そんな女性に必要な美容と健康に特化し、企業理念に美と健康を通じ、日本中の人々、そして世界中の人々の幸せに貢献するを掲げた企業がここにある。美と健康を通じて日本中の人々、そして世界中の人々の幸せに貢献しようと。リーディングビューティーイノベーション株式会社リツビ代表取締役社長篠崎真一。株式会社リツビでは、海外から美容機器や化粧品の輸入を行っており、国内では化粧品、健康食品を製造し、日本各地の医療施設やエステ施設に卸販売を行っている。リツビの主な美容へのコンセプトは2つ。メリハリのある理想的な美しいボディラインを作るボディメイキングと、肌の若返りと形態美を作る美肌増顔。またリツビはフランスの美容機器メーカー LPG 社のエンダモロジーという技術を普及させるなど、日本の市場にはないオンリーワンの商品を開拓し続けている。美容と健康、そしてリツビの今後の展開について代表取締役社長の篠崎に聞いた。まずリツビとはどのような会社なんでしょうか？はい、はい、まずですね、当社はですね、海外から医療機器、そして、はい、美容機器、化粧品を輸入していまして、国内におきましては、健康食品、そして化粧品を製造しています。で、国内その商品を、国内におきましてですね、エステティックサロン様、そして医療施設様に卸売りをしている会社でございまして、また、国内で製造した化粧品、健康食品を海外に輸出をしている会社でございます。輸入も輸出もされてるんですね。そうなんですね。はい、で、あともう一つはですね、はい、セルライトという言葉を、うん、まあ、女性の方、大変な方がご存知だと思うんですけども、はい、嫌な言葉です。嫌な言葉嫌なものですよ。聞いたことあるけど、どういうあれだったかな。、はい、で、このセルライトという言葉は、実はその2000年の前、西暦の2000年の前には皆さんご存知なかったんですけども、その2000年の時に私どもが日本中に広めた会社なんですね。はい、では、そのセルライトというものはどういうものかというのは、うん、まあ、男性の方は特にご存知ないので、はい、ちょっとご紹介させていただきます。ぜひぜひ。あの、女性の方が特に多いんですけども、はい、脂肪の塊のようなもので、特にあの、はい、お尻だとか太ももあたりにボコボコした状態がですね、このような状態で出てくるわけですね。このような滑らかな状態、このような形でですね、ちょっとお尻にですね、はい、こういう形で出てきます。これがセルライトという形のものでございまして、まあ、女性が一番嫌がるものの一つですよね。たくさん持ってますよ。はい、ぜひですね、あの、どんなものかというのですね、実演をですね、あの、日本人はですね、特にですね、はい、隠れセルライトってですね、皮膚表面の真皮というところがちょっと厚いので、はい、見えないんですけど、実はキュッとちょっとこう腕をキュッてやると、ここに少しデコボコしたのが見えます。これが脂肪の塊のセルライトというものでして、
これが悪の根源でございます。女性に主にある多いんですよ。これで体のラインを傷つけたりですね、綺麗なラインが作りづらいんですね。全く外から見えないもんね。でも腕だとまだこの程度ですけど、やっぱお尻とか太ももの裏のあたりとかはやっぱりつきますよ。切実な顔して喋ってますね、これだけ。あ、そうですか。本当に悩みです。海外でもなんかオレンジピールとかって言われて嫌われてます。あ、よくご存知ですよね。もう大嫌いなので調べ尽くしてます。はいはい、そうですね。オレンジピールとも別名言いまして、いわゆるオレンジの肌がボコボコになってる表面がですね、あの状態のことをまた別名でオレンジピールという。ちょっとショックなんだね。はい、女性ので今ではですね、業界で名前を知られるようになった企業となった立美さんなんですけども、はい、今があるのは挑戦が3つあったということなんですが、はいはい、どんな内容なんでしょうか。はい、まず一つ目はですね、事業への転換ということで、はい、卸から事業への転換をしたということですね、はい、それと2番目が、商品を国内から仕入れてをしてたんですけども、それを今度は海外まで、領域を伸ばしたというのが2番目、はい、3番目が、エステティックマーケットが最初やってたんですけども、事業領域をメディカルマーケットまで領域を広げたと、この3つの挑戦をやりました。はい、じゃあ順番すごい改革だな、すごいですね。一つずつお伺いしていきたいんですけれども、まず卸販売から事業展開、これはどういった内容なんでしょうか。はい、私どもは、当初、卸売を九州の方で最初やってたんですが、当時ですね、1997年だったと思うんですけども、アメリカの流通業の視察に行ったんですね、ものすごい詳細な取り組みをされてあったんですね。で、それを見た時に、聞かせていただいた時に、あ、この中で卸売業は入る隙間って非常に小さいなとものすごく痛感をしてですね、それ何年なんだろう、はい、現在東京に拠点を構える株式会社立美だが、創業当初は九州の福岡で卸売業を主に行う会社だった。立美が会社として成長を遂げたのは、篠崎があるアメリカの有名な企業を視察し、会社全体の改革を行ったことがきっかけとなっている。篠崎は3つの挑戦として、卸売業からメーカーへの転換、海外の商材を日本総輸入元として販売する、さらにメディカルマーケットへの参入という大胆な方向転換を行ったのである。で、当時ですね、海外に実はその何かいいものはないのかなってリサーチ行った時に、巡り合ったものがございましてですね、その当時、こちらなんですけども、非常にですね、この機械なんですが、身長がですね、高さが大体180ぐらいある非常に大きい機械なんですね。大きな機械なんですね。そうなんですね。なるほど。で、ちょっとエイリアンっぽいですけども、この機械に巡り合ったんですね。で、当時この機械が非常に大きくて、いわゆる美容施設マーケットにはこういう機械ってなかったものですから、とてもこの、日本の中では無理だろうと最初は判断したんですね。これでも海外にはこれはもう使われてるわけですか。すごい使われてます。特にフランスの商品なんですけど。フランスの商品、はい、すごい有名な商品です、お話にあった LPG、 そうですね、はい、これはちなみにお持ちいただいたのは、そうですね、はい、こちらがですね、この LPG という機械なんですね。まさにそれなんですね、はい、LPG という機械のですね、ちょうどこちらでいうこの本体のマシンのヘッドを、こちらがヘッドになるんですけども、あ、そうなんですか。ここが全部でかいものが小さくなっちゃったので、でもこんなにコンパクトになったのか、機械をですね、あ、なるほど、なるほど、ちょっと見えないと思います、はい、このヘッドの部分の、この部分ね、はい、はいはい、で、こちらはですね、この本体に真空ポンプというポンプがついてまして、このホースで、陰圧といいますか、断続的にですね、いわゆる吸引をして、そしてこの吸引をすると同時にここにローラーがこうあるんですけども、これが前に行ったり後ろに行ったり前に行ったり後ろに行ったりして独自のモーターがついてまして、これでいわゆる断続的に皮膚をストレッチさせてあげたり、それを私どもは最初それをどういう言葉にまとめようかと思った時に、ボディメイキングっていう考え方を打ち出したんですね。ボディメイキング、はい、で、そのボディメイキングっていう言葉を打ち出したんですけども、それで、3年前にですね、企業価値協会っていう
協会があるんですけども、そちらの方で、まあ、こちらの方なんですが、はい、こちらのこの企業価値協会というところでですね、はい、まあ、認定証をいただきまして、世界最先端の美容機器、はい、そして技術を、まあ、こちらの方に紹介して日本の女性美を支えている会社として私どもが企業価値認定をいただいた、まあ、認定証なんですね。でこちらの方に選ばれる理由ということで、はい、こちらの方にですね、私どもの会社が、まあ、あの冊子に、あのこちらの方に掲載させていただきました。はあ、はい、そうですか、はい、日本の女性美の、うん、ね、認定された会社として、はい、あら素晴らしいですね。ありがとうございます、うん、私としても嬉しいです。女性代表としても、ね、いや僕としても、うん、日本の女性がどんどん美しくなってくれたら嬉しいなと思いますよ。そうですよね。なるほど、はい、いや他にはどんな商品を取り扱ってらっしゃるんでしょうか。はい、私どもはですねそれ以外に、はい、エステティックマーケット、それとその美容医療マーケットですね、医療マーケットに、お客様がいらっしゃいますので、美容機器、そして、化粧品、それと、健康食品を、まあ、当社は全般的に取り扱っています。まあ、その化粧品だったら化粧品だけだもんね。はい、そうですね。あ、まあ、それを特徴のある商品をですね、私ども取り扱っている会社でございます。はい、じゃあそこで3つ目の、まあ、医療の分野も含めたっていうところが入ってくるわけですね。挑戦の3つ目。そうですね、はい、はい、そうなんです。ある有名な先生とお会いすることができまして、まあ、メディカルドクターというかドクターなんですけども、うん、その先生のお考えともとにですね、私どもも、こちらなんですけども、美容におけるトータルビューティーケアという概念を、うん、今、はい、エステティックマーケットの先生方、また、医療マーケットの先生に、お話をさせていただいてます。うん、この、はい、美容という概念ですね。美しい治療の量ね。はい、私どもはこの中の、非侵襲性の治療、いわゆる安全で痛みない、はい、治療を中心に、また技術を中心にですね、エステティックマーケットの先生方や医療マーケットの先生方に中心にご提案をして、ここまでだ、こちらを中心に、はいはい、させていただいている会社でございます。うん、なるほどね。これまでの3つの挑戦ということをお伺いしたんですけれども、はい、まあ、さらに今後は、はい、3つのビジョンがあるとお伺いしたんですけども、はいはい、どんなものなんでしょうか。はい、3つのビジョンについてお話しさせていただきます。はい、当社はですね、全社員の物心両面の幸福の追求というのが1つのビジョンでございます。はい、やはりといった言葉が正しいかどうか分かりませんが、一生に一度の人生なので、よく働いてよく学んでキラキラとした人生を送ってほしいんですね。従いまして私どもは経営理念の中に働き学び輝こうというのを一つ入れてます。うん、で2番目のビジョンが、美と健康を通じて日本中の人々、そして世界中の人々の幸せに貢献しようというのが2番目のビジョンでございます。うん、で3番目のビジョンが お客様に対してですね、卸売をするポジションしかありませんので、うん、なかなか私どものビジョンをお伝えすることは困難でございます。うん、そういった意味におきまして、私どもと同じ志を持つ施設様を全国に広めようというのが3つ目のビジョンでございます。うん、なるほどね。はい、一番助かるんだよね。はい、では最後になりますが、はい、篠崎さんの格言をお伺いできますでしょうか。はい、私の格言なんですが、積極的な心を常に持ち、うん、健康で頭に汗をかき、積極的に物事を解決する、これが私の格言です。はい、はい、ここでも行動力っていうね、そういうところですよね。はい、まあ、本当にね、その行動力が日本の女性、世界の女性をね、綺麗にしてますます綺麗に、はい、させていただけるように願って、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですけども、は
私ちょっとした自慢なんですが、焼肉がすごい好きで、絶妙なタイミングでこうお肉焼くの得意なんですけど、くだらない自慢ですが、はい、得意技なんですが、ミシェルさんって何か自慢ありますか？これは得意だ。いやもうみんなこう笑わせるぐらい。ああもう最高じゃないですか。他の力ってないだろう、タンガン、アイちゃん。私あのピアノを昔やってたので、なんかいろんな音を聞くとドレミファソラシドに変えられるっていう。あ、それはすごい。歌聞いたら音階に変えられるっていうのはあります。絶対本家みたいな。まあ、絶対まではいかないらしいんですけど。それは本格的な特技が出てきましたが、はい、続いてご紹介しますのが、営業力、企画力、クリエイティブ力と3つの力を武器に事業展開をしています、こちらの企業様です。顧客満足度の追求を目指し、 IT、エコ、アイデアという3つのカテゴリーにおいて、営業力、企画力、クリエイティブ力が強みであるという企業がここにある。優秀な人材を集めて、優秀な人材を育っていくような会社にしていきたいと。まあもちろん売上高をこうするとか、まあ、事業をこうしていくっていうこともあるんですけれども、やっぱり人にフォーカスした会社になっていきたいなと思ってますので。新規軸への挑戦、株式会社ワイズ代表取締役社長山崎俊。2012年4月に12人で設立された株式会社ワイズ。事業内容は IT 通信事業からウェブグラフィック制作、メディア運営など多岐にわたる。ワイズでは他社にはない社員の育成、社員のモチベーション力向上に力を入れており、中でもゲーム的な感覚の発想に基づいたワイズコイン制度や、公式キャラクターワイズンを使った LINE スタンプやオリジナルグッズの制作、さらに社員自ら作詞作曲を手掛けたオリジナルソングがあるなど、ユニークな試みも行われている。経営理念として100年成長し続ける企業づくりを掲げており、若い人材をどのように育成し、社員一人一人にとってやりがいのある職場環境をどのように作っているのか、代表取締役社長の山崎に話を聞いた。ワイズさんの強みっていうと何でしょうか？3つ、掲げてまして、1つはまあ営業力、はい、もう1つは企画力、もう1つはまあクリエイティブ力と、なかなかやっぱり営業会社で営業はなかなか強いんだけど、まあ、クリエイティブデザインとかそういうところがちょっととか、いう会社がやっぱ僕が知ってる限り多いところがあるんで、うちはやっぱ営業会社でありながら営業力と、あと企画とか、どんどんいろんなの進化させていくとか、あとはまあデザインとかのクリエイティブも強くと、この3つを強みにしてまして、トータルですね。トータル、まあ、この3つをより高めていって、競合他社よりも強い参入障壁の高い会社を作っていきたいと、そういうことを考えてやってます。なるほど。はい、ワイズさんの会社としての特徴ですとか、一番の売りっていうと何ですか？まあ、今従業員が400名ぐらい今いるんですけれども、はい、すごいですね。やっぱり一番はやっぱりどれだけ、まあ、モチベーション高く、仕事をしてもらうかっていうところにはなりますんで、やっぱ会社の制度とか、福利厚生の部分とか、そういうところは意識してですね、やっぱり頑張ったら頑張った分だけ、反映されるような、そういうような、仕組みにしていってるつもりです。これからもまあそこは強化していきたいなと思ってます。このメダルも気になったんですが、そうですよね。これ、はい、シャツですとかいろいろありますが、はい、これメダルはですね、表彰式をまあ月に1回行ってまして、まあ、成績優秀者がオリンピックみたいに金メダル、銀メダル、銅メダルみたいな、こういうのが授与されると。作りも立派ですよね。すごいね、これこうやって受賞した人はこうやって飾るんだ、家でね。そのぐらいのメダルでしょう。だって素敵でしょ、これ。素敵ですよ、嬉しいです、ね。あとこれは、はい、ワイズグッズというグッズなんですけれども、はい、まあ、ポロシャツとか、まあ、パーカーとか、まあ、社内で着れるようにですね、グッズを作ったりもしてます。はあ、はい、マフラーですね。一般には売られてないんですか？売られてないです。でもそういうことになってくるよ、だんだん。そうですね、はい、
これお金じゃないですよね。コインですね。これワイズコインという形ですね。なんかあの営業成績とか数字だけじゃ、うん、測れない、なんかいいことしたらなんかいいねコインをあげれるみたいな、全従業員が、へー、まあ、いいねといいことしたらコインあげるっていうのでですね、そうじゃありがとういいね、そうそうですね、社内の販売機だけはこれ使えるとかそういうことじゃないの？それじゃないんですけ ど、あのなんかそれじゃお金になっちゃうやらしい、あの枚数貯めると、はい、あの物に交換できるみたいな、やっぱりなんかあるんだこれ、これが、はい、あの、はい、コイン制度になってるんですけど、来た来たこれ、社内でですね、え、お肉から、いろんなもらうぞ、あ、本当だ、スーツ、うん、写真集などなど、あ、ね、枚数貯めたら衣食住生活にも、はい、自転車までやろう、メガネ欲しいな、へ、こういうことまであるんだ、はい、驚きですね、うん、でもなんか明るくなるな、うん、そうですね、こういうの例えば意見が出た時にやっぱり取り組むスピードってすごく、うん、はい、早いですね、はい、もうやろうと、うん、結構現場の方々とか作る方々大変だと思うんですけど、じゃあもういつからやりましょうみたいな、うん、それに逆算してやってってもらってますね、あ、はい、そういうのは意外と決断力ある方ですか？あると思いますね、早いと思います、早いと思います、はい、やっぱりそういう方がなるんだね、うん、あ、会社起こすわけだよねやっぱりね先ほど山崎さんからも、はい、あの今400名の方がお勤めということだったんですが、はいはい、今、新大塚に本社があって、はい、高田の馬場に支店があって、さらに去年の2014年11月には、はい、北海道札幌にも支社ができたということで、まさに急成長を遂げている企業様なんですけども、とはいえこれだけ拡大どんどんしていくと人材の確保って大変じゃないですか、うん、はい、まあ、すごく採用の部分はあの力入れてまして、あのやっぱ会社としてもあの従業員に魅力を持って入りたいと思ってもらえるような、うん、会社作りと、あとはやっぱ入ってから成長できるというか、まあ入った後になんか、離職やめられないというか、うん、まあ、そういうまあ採用の部分と教育の部分っていうのはあの力も入れてますし、まあ、これからもさらに力入れていきたいなと思ってます、まあ、そのために福利厚生を充実させているってことだったんですけども、はい、具体的に聞かせていただけますか、ね、まあ、あのいろいろやってるんですけど、マッサージ制度とかもあってですね、月に1回あのマッサージの日があって、まあ、会社の会議室があのベッド2つ置かれてですね、まあ、順番にマッサージ受けれたりだとか、あと会社の周りのジムのところに行ったら、まあ、ちょっと事務手当がついたりだとか、あと家賃の補助とかがあってですね、まあ、あの役職に応じてパーセンテージが変わるんですけれども、まあ、あの家賃に対して最大 50% 補助が出るとかですね、まあ、そういうことだとか、あとやっぱ女性がやっぱ長く働いていただけるようなですね、まあ、そういう、制度とかも結構行ってます。取締役は以前からそういうことに興味があったんですか？会社を起こす、もしくは今のアイデアなんてなかなか出てこないですよね、うん、この若さでね、うん、そうですよ ね、まずは仕事だ仕事だっていう方に どっちかっていうと頭が向きそうなイメージがありますけど、それもしっかりだけれども、ね、福利厚生もしっかり充実させようっていうところが素晴らしいなと思います、うん、以前からそういうことは、まあそうですね、こういう会社があったらいいんじゃないかとか、こういう、社風の会社がいいなとかって自分で起こす時ってやっぱりいろいろ考えられるものですか？考えますけど、やっぱりもう毎日毎日考えて、まあ、毎日毎日こうしよう、ああしようみたいな、まあ、日々問題解決というか、日々もっとこうした方がいいんじゃないかとか、まあ、いろんな情報を集めて、はい、あ、じゃあこうしようとか、まあ、そういう、まあ、日々ですね、日々進化を目指していると、へー、ワクワクするね、はい、先ほどちらっとこう人材育成にも力を入れてらっしゃるっていう話ありましたが、うん、はい、具体的にはどういった方法で、まあ、いろいろ研修制度とかもあるんですけれども、はい、まあ、一番はあの WISE8 っていうですね、うん、あのまあ、会社の、まあ、次の昇格者みたいな、うん、次の幹部候補みたいな、はい、あのことで、まあ、あの半年に1回選別し直して、まあ、そういう選ばれた8人はあの特別育成講座みたいな、うん、そういうことをやっていたりだとかですね、まあ、あとはあの入社してから の,
あの階層別の研修だとか、あとはまあ OJT とか、まあそういうところはやってますけど、まあ、まだまだ正直まだ3年で、十分できてないところはあるんですけれども、まあ、ここからあと3年でその辺もしっかり仕上げてですね、いきたいなとは思ってます。あと経営方針発表会とかも3ヶ月に1回、あの会社の近くのホール借りてですね行ってですね、まあ、そこでまあ会社のビジョンとか戦略っていうのをあの社員の皆さんに話をしてですね、まあ、こういう方向でこう進んでいこうよみたいな、まあ、そういうことは共有しております。まあ、若いね、はい、社員の方々も多いと思うんで、そういう伝わりやすさっていうのは共有できるというか、そういうところはありますよね。はい、驚くね。そうですね、この若さで、今後ワイズさんが目指すところというのはどういったところでしょうか。まあ、今のマーケティング事業と、まあ、クリエイティブ事業を、まあ、さらに、深掘りしてですね、事業として伸ばしていくっていうところと、あとはあの、まあ、自社 の, あのプロバイダーでドライブっていうサービスをやってるんですけれども、まあ、自社商材とか自社ユーザーっていうのを増やしていってですね、まあ、いろいろお客様に、いろんな商品を届けていったりだとか、あとはあのメディア系の自社メディアっていうのも今立ち上げにトライしてまして、あのメディアの部分にもチャレンジしていきたいなと思っております。私は自社メディア、はい、まあ、あの強みを生かして、はい、よりいい商品をですね、はい、まあ、お客様に届けていって、いけるような、まあ、そういうようなあの会社を目指していければなと思っております。はい、いや驚くあのこの若さでそれだけのね、頭を働かして、ビジョンに向かって頑張ってるっていうのは本当に、いや勇気与えられますね。最後になりますが、はい、山崎さんの格言を教えてください。スキルよりビルっていう言葉を結構昔から使ってるんですけれども、まあ、技術よりも気持ちと、まあ、信じる力があれば、成し遂げられるみたいな、まあ、そういうスキルよりビルっていう言葉を結構使ってます。格言にしてます。素晴らしい、ほんの同世代のね、はい、方々にね、本当に勇気を与えてくれると思うんでね。そうですね、本当に大成功してほしいと思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、この本を手に取った皆さんの中には、すでにネット上に誹謗中傷を書かれたり、中には大きな被害に遭ったことのある方もいらっしゃるかもしれません。今やネットの世界は無法地帯です。嘘やデマは当たり前、人や会社の名誉を傷つけるコメントや出どころのはっきりしない無責任な書き込みであふれかえっています。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、ネット風評被害。この本を書いたのは株式会社ジールコミュニケーションズ代表取締役の藪崎真也さん、ネット風評被害対策のコンサルティング会社を立ち上げた藪崎さん、深刻なネット風評被害をいかに対処するか、ネット風評被害対策コンサルティングのプロが事例を挙げて書いた今注目の一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。